ニゴンボはスリランカの西部州ガンパハ県の都市である。スリランカの西海岸ニゴンボラグーンの入り口に位置している。人口は約12万8000人でスリランカで5番目に大きな都市である。スリランカ最大の都市コロンボから北に約3 7トルの地点に位置するスリランカの主要な商業のハブの一つである。ニゴンボは 古代から続く漁業と美しいビーチで知られている。スリランカの中でも特に西欧風のライフスタイルが浸透している都市である。ネゴンボと表記されることもある。ニゴンボは標高2メートルほどの陸地と水域が入り混じった地形に位置している。オランダ時代に建設された運河が都市の中心部を横切っている。ニゴンボラグーンはニゴンボの主要なランドマークの一つである。 日本母のマングローブ林には190種類を超える野生のスパイスや多数の鳥類が生息している。都市の北の境界はインド洋に注ぎ込む魔王や川により構成されている。日本母は欠片の気候区分で熱帯モンスーン気候に属す。都市の洪水の多くは5月から8月と10月から1月の南西モンスーンの時期にもたらされる。しかし残りの期間も また大流性降雨により多少の降水量がある。年間の平均降水量は約2400ミ、mm、リメートルである。平均気温は摂氏24度から摂氏30度程度で変化し、湿度は2月から4月にかけて高い数値を示す。2001年の国勢調査では、ニゴンボの人口はガンパ派県全体の12%を記録した。ニゴンボは多民族。 多文化が共生する都市である。シンハラ人が多数派であるが、タミルやムスリムの大きなコミュニティもまた存在している。いかにニゴンボの民族別の人口を示す。聖セバスチャン教会ニゴンボはまた多数の宗教が共存する都市でもある。ヨーロッパの植民地化以降、ニゴンボではカトリックが多数派を占めており、その他に仏教、ヒンドゥー教、 イスラム教が併存する状態となっている。ニゴンボはリトルローマという愛称でも知られており、これはポルトガル時代この地域にセーメアリー教会をはじめとする多くの美しい建築物が建てられたことによる。ニゴンボにはカツワピチア教会、シーストリート教会、グランドストリート教会の3つの大きな小教区が存在する。 ニゴンボ全体では20以上のカトリック教会が存在している。仏教寺院としては、アブハーヤスカーリーマヤ寺院、ズツ,ツガムヌ・ビハーヤ、アサプワが有名である。アガーコラマラ・ラジャーマカ・ビハーヤには、スリランカ全土から毎年多くの仏教徒が参拝に訪れる。ヒンドゥー寺院は、カリアンマン寺院、ゴナパティ寺院、マススマリ、アンマン寺院。 春ルマリ・アンマン寺院といったものが存在している。モスクは6つが存在しており、そのうちに、ゴンボグランド・ジャーマー・マスジドは、スリランカでも最大級のモスクである。こうした主要な宗教以外にも、末日聖徒イエス・キリスト教会といった、諸州派もニゴンボに教会を構えている。ニゴンボは、スリランカの空の玄関バンダラナイケ国際空港まで、約7キロメートルの地点にあり、 また都市には、ポルトガル・オランダの植民地時代から使用されている、国内最大の漁港が存在している。ニゴンボラグーンではカニやエビを取ることができる。ニゴンボの主要産業は観光業と漁業であるが、シナモン、陶芸、王道といったものの生産もまた行われている。コロンボ証券取引所や主要な金融機関もニゴンボ西部を置いている。ニゴンボのダウンタウンには、デパートや、 大きなスーパーマーケット、様々なブランドショップやブティックといった店舗が並んでいる。オランダにより建設された運河。もともとは、香辛料の輸送用に作られたが、現在では、地元漁師が海に出るために使われているコロンボから伸びる A3 ハイウェイが、ニゴンボを経由したアヌラーダプラ、さらには、北のジャフナやトリンコマリーへと通じている。 日本ボにはまた何本もの B グレード道路も接続しており、都市を地域の交通の拠点としている。日本ボのバスターミナルはスリランカにおける最良のバスターミナルの一つで近代的なサービスを提供している。このバスターミナルからは、コロンボ、キャンディ、クルネーガラ、ケーガッタラトゥナプラ、マンナールといったスリランカの主要都市へのバス路線が運行されている。 市内にはクラナ、ニゴンボ、カットゥアの三つの鉄道駅が存在する。ニゴンボ駅はコロンボプッタラム線の主要な駅で、南のカルタラからコロンボを通って、北のチラウ、プッタラムへと通じている。ニゴンボ駅にはコロンボチラウの都市間列車も停車する。ニゴンボはバンダラナイケ国際空港にも近い。ありがとうございます。